赤いカードと赤いダイスがあります。こちらも青いカードと青いダイスがあります。カードは、ダイスに対応するように1から6のカードで揃っています。こちらも1から6でランダムになっています。じゃあダイスの方もいろんな目が出ることをご確認ください。でランダムな目が出るダイスです。では、カード1枚引いていただきたいので、で触るだけで結構です。どれでもタッチしてください。このカード、このカードまだ見ません。置いておきます。じゃあ青からも1枚選んでいただきます。1枚触ってください。こっちですか、これですね。これです。じゃあこのカード置いておきます。そして使うのはこちらのダイスラダーと呼ばれるものですね。無色透明、仕掛けはありません。これを使うことでギャンブルテクニックが使えなくなります。でここにショットグラスです。これでダイスを置けます。セットしまして、それでは2人を代表してあなたにダイスを振ってもらいます。じゃあこの2つを同時に落としてもらえますか。ここに読めますか。3と5ですね。赤が3で青が5です。もしカードでも赤が3で青が5なら、これはなかなかな偶然です。ご覧ください。